すげえ。2018年でございます。犬年です。2017年は結構バタバタに終わりました。新たなトライアルとしてここでも紹介したドローン年賀状企画、年賀状をドローンを使って撮影しようという試みでございます。そこそこ問い合わせがあり、新たな手応えを感じることができました。あとはファミリー的には大勢の4ヶ月の寮体験が終わり、久々に5人に戻りました。4ヶ月の寮生活を一言で言い表すと何ですか？楽しい。楽しくて寝不足が続いていたそうです。あとは幼稚園最後の年のイベントがあったり、サスラーズが集まったり、楽しみにしていたサンタさんが来たり、仕事的には古巣に行き、今ね赤坂にいるんですよ。1個目の打ち合わせ終わり、2軒目行きます。六本木です。テレビ局の仕事をして、これですね、この忘年会に今から参加しに行きます。ドローンのコラムを書いているプロニュースの忘年会に出席して、景品は当たらなかったものの、20年ぶりに編集長の井上さんと再会できることができた。20年ぶりなんですよね、はい、そうなんです。昔ね、井上さんに本を書いてもらった。そうなんです。そんなこともあり、平成最後の年、2018年に突入です。2018年は紅白のひよっこ演出に涙をした翌日のこと。まずは朝は氏神様に初詣。そして1年間頑張ってくれたドローンたちの手入れをしつつ、書き初め大会に突入。こうやって押さえるでしょ、ここで押さえるでしょ。ハワイ育ちのキッズにとって習字はあまり馴染みのないことなんだけど、母が習字の師範であることもあり、こうやってこうやって、ここで押さえて、うわー、そういう血なのか、のめり込んでいく姿が印象的でした。わかった？へっは！グッ！え？ちょっと引っ張れば。最後。あ、でも。まあまあ。ほう。あ、うまいうまいうまい。なんかここができない。このボールを準備して。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ちょっと離れたのが惜しいな。ああ。ああ、もうちょっと一番前。やっぱりどんどん上手くなってる。見せて。こっちの方が上手くなってる。
頑張った。ちょっとハマるね。ということで今年もいろんな企画を立ててどんどん実験的にやっていきますので、引き続き気軽な気持ちで楽しんでください。もしよければサブスクライブボタン押しといてください。ということで、マハナポンナドビルフです。